ご来場の皆様にご案内いたします。まもなくこちら横川ブースのステージにおきまして、横川の新たな技術としてインダストリアル IoT 向けに開発いたしました小型無線センサー、寿司センサーのご紹介を行ってまいります。どうぞステージ前にお集まりください。本日は横川ブースステージにお越しくださいまして誠にありがとうございます。 IoT の活用でものづくりの現場は大きな変革の時を迎えています。その変革を支えるのは現場のさまざまな情報を捉えるセンサー群です。横川は温度や流量、圧力をはじめ液面の水位を測るレベル計などさまざまなセンサーを提供しています。でここでご紹介いたしますのは、つい先日販売したばかりのインダストリアル IoT 用途に適した小型無線センサー、その名も寿司センサーです。本日は開発に携わったメンバーにも加わっていただきまして、概要をご紹介してまいりたいと思います。ご紹介します。開発担当の杉崎さんです。よろしくお願いします。さあそれではまずは私の方から、じゃあ一体寿司センサーというのは何なんだというところをご紹介させていただきたいと思います。実はこれが、現物ではありません。こんなのがセンサーだったらね、逆に使いにくいですもんね。これは寿司ですが、本物の寿司センサーは杉崎さんがお持ちです。はい、こんな形をしております。どうでしょうか。すごく小さいんですが、こんなに小さなものでも耐環境性に優れ、長時間の運転が可能な省電力性能を備えたとっても頼もしいセンサーなんです。これはやはりお寿司ですので、注文方法は1貫2貫と伺っておりますが、いいんでしょうか。お寿司1貫2貫ではなくて、はい、1個2個、あ、10個100個というふうにご注目ください。あ、間違った情報が届いておりました。皆さん1個2個ではなく、もう100個1000個たくさんいただきたいぐらいですよね。はい、たくさんの方が嬉しいです。そうですよね、わ、はい、かりました。ありがとうございます。従来はですね、作業員が巡回による監視を行っている設備、例えばポンプとかモーターなんかはプラントには多く存在します。そのようなたくさんの場所にセンサーを取り付けたり外したりするというのはとっても大変です。でもこちらの寿司センサーであれば、簡単に設備に取り付けてデータの監視をスタートすることができます。インダストリアル IoT 時代に求められるセンサーの姿なんです。まずですね、振動と表面温度を測定できる寿司センサーをリリースしてまいります。これからさらにいろいろなセンシングが計画されておりますので、どうぞご期待いただきたいと思います。では寿司センサーを取り付けることによって一体何が可能になるのでしょうか。もちろんいろいろな設備機器に取り付けてデータの監視を始めることで、新たな KPI、 つまりキーパフォーマンスインジケーターを見つけるという可能性が十分に広がってまいります。横川が提案するのは設備機器の保全という用途です。機器状態を寿司センサーで監視し、トラブルの兆候を把握することが可能になります。従来は抽出されたデータからの設備の状態を判断することができるのはノウハウを持った熟練の技能者でした。この関係を探ることによって、作業者間の現場スキルを伝承していくことができるようになります。収集したデータはこちらのステージでもご紹介しております。新しいワーキングスタイルを提供するグランサイトのクラウド環境につなぎ込むことで、価値競争の材料として活用していくこともできます。申し訳ありません、今一歩前にお進みいただいてよろしいでしょうか。恐れ入ります。さあそれでは杉崎さん、ここでいくつかご質問させていただきたいんですが、よろしいでしょうか。はい、よろしいです。ありがとうございます。まずはこの寿司センサーなんですが、私この寿司持ってきましたが、寿司センサーはこの寿司だという話をちょっと聞いて、あまりにも似つかないなというか、エビも乗ってないしご飯もないなと思ったんですが、じゃあなぜ寿司センサーという名前にしたんですか。寿司センサーは3つのコンセプトを考えています。コンセプトですね。1つ目は、1つ目は、寿司というのは昔、江戸時代はファーストフードでした。あ、なるほど。そうです、簡単に食べられる、お手軽なものです、このセンサーは簡単に設置ができて簡単に測れる、そういうものを、考えてます。なるほど。じゃあ1つ目は手軽さということですね。2つ目は、2つ目はですね、寿司というのは職人が作るものなんですね、その職人、はい、そうです、
この職人が作った耐環境性に優れたセンサーだということですね。なるほど、じゃあもうプロの職人が作ってるんですね、はい、雨風に耐えられます、水の中につけても大丈夫です、操縦センサーです。なるほど、頼もしいですね、はい、そして3つ目は、3つ目はですね、はい、寿司というのは、そこにお持ちのエビとか、はい、マグロとか卵とか、いっぱいネタがあるんですけど、この上の部分ですね、はい、ネタ、今回は振動と表面温度なんですが、はい、これからこのネタが増えていく、お品書きが増えていくということを期待して寿司センサーと名前をつけました。なるほど、お寿司というのはシャリの部分は一緒ですけども、ネタを変えることによってたくさんのお品書きが増えていきますもんね。はい、その通りです。じゃあこれから期待が広がっていくということですね。わかりました。あと私先ほど実は現物を見させていただいたときに、あの素人考えでスイッチがないなと思ったんですが、これどうやったらスタートさせることができるんですか。はい、これにはですね、あの表示機能がないんですね。なりませんよね。なんか何度とかいうのもないですけど、はい、お手持ちのスマホ、あ、スマホ、これを近づけていただければその場でピッと、あ、設定と、監視ができます。なるほど、今はもうそんな時代になってるんですね、はい、あと取り付けが簡単って私ちょっと言い切ってしまったんですが、本当に簡単なんですか。はい、実際にお見せします。はい、ありがとうございます。なぜか知らないけどよくそんなもの持ってましたね、杉崎さん。現場にあのモーターとかポンプとかその金属のものがあると思うんですが、はいはい、つけるんですね、はい、おー、くっついたくっついた、あ、結構離れないですね、あ、結構しっかりピタッとくっつきますね、はい、安定するし、そうですね、磁石で今がっちりくっつきました。これだけでも取り付けが OK なんですか。はい、これで結構です。あ、これなら取り外しが簡単です。でも例えば、まあ、金属じゃない部分につけたいっていう時はもう使えない感じですか。はい、あのこのマグネットを外していただいて、はい、ネジが切ってますので、そのねじ込んでいただければ、つけることができます。なるほど、ネジでも OK ということですね。ますますその手軽さというのがよく分かりました。最後にもう一つ伺いたいんですけれども、グランサイトというのを こちらのステージでも発表してるんですが、相性はいかがなんでしょうか。あのやっぱり寿司を美味しく食べていただくためには、はい、いい環境というものが必要になってきます。間違いないです、はい、でそのグランサイトという、素晴らしい環境の下で、はい、この寿司を美味しくいただいていただきたいと思います。なるほど、じゃあもう相乗効果でより素晴らしい効果が期待できるということなんですね、はいはい、ありがとうございます、最新の小型無線センサー寿司センサーについてご紹介をさせていただきました。さあ、いかがでしたでしょうか。設備管理をはじめ本当にいろいろな用途にご利用いただけるのではないかと思います。これからもぜひ横川にご期待ください。最後までのご清聴誠にありがとうございました。